Hello， 大家好，我是金子。那今天我们来玩探《欧卡米探的黑色戴尼伯》的第十章。那第十章是直接探索部分哈，我就不多说，我们直接开始吧。嗯，この道二つに分かれているみたいだ。周りは森で囲まれているし、きっとミホさんはどっちかの道を通ったに違いない。でもどっちに行ったんだろう。何かミホさんが通った道が分かる手がかりは落ちていないかな。探してみよう。ミホが進んだ道が分かる証拠は？这个吧。これは赤い符が木に引っかかってる。それにこの符破けるみたいで、みたいだな。それにしてもこの赤い符どこかで見たことがあるような。あ、そうだ。これ美穂さんが着ていた服の色に似てない？確かに美穂さんは赤い服を着ているはず。もしかしてこの符は美穂さんの服が木に引っかかって破けたものなんじゃないか。ということは美穂さんはこっちにいたのかな。他に手がかりは見つからないし、とりあえずこの道を進んでみるか。そして俺は奥へと向かった。我刚一瞬间看到足音，咋咋咋，うわ、かなり奥まで来ちゃったな。なんかさっきよりもっと暗くなってきたし、気味悪いよ。本当にこんなところに美穂さんがいるのかな。ん？あそこに落ちているのは帽子？なんかどこかで見覚えがあるような。あ、それにこれって足音？女性の足音みたい。もしかして美穂さんかな。あれ？でもおかしいな。この足音、道じゃなくて森の方に続いている。ということは、この足跡はたどれば美穂さんが入っていた場所がわかるのかな。道の横 にはいっぱいの草や花が咲いているし、もしかしたら美穂さんが入っていた場所だけ踏まれた跡が残っているかも。よし、じゃあこれらの手がかりを元に美穂さんがいた場所を探そう。まずは落ちている帽子と森の方に続いている足音、そして草や花が踏まれている場所を探そう。急いで美穂さんを追いかけようないと。所以这个要探索就只有三个东西：帽子、然后足迹、还有被踩过的花草。帽子。我那也没有看到那个左右的足迹啊。哦，我看到了。踩过的花草，这个吗？失败。我怎么看有被踩过啊？傻眼。啊，不对，也不对。我怎么看啊？我怎么看都看不出来啊。这个吗？怎么看？所以我miss了好几个。よし、これで全部見つけたぞ。それにしてもこの帽子、やっぱり美穂さんがかぶってたものじゃないか。なんでこんなところに落ちていたんだろう。何かの橋で落ちていた、落としたのかな。帽子を落としたのに拾わなかったのってことは、美穂さんはそれだけ何かに急いでいたのってことか。それにこの足音と踏まれた花、
やっぱりミオさんは森の方に歩いていたに違いない。こんな山奥に一体何が。ここまで来て、ま、帰るわけにもいかないし、行くしかないよな。よし、行ってみよう。また俺は恐る恐る森の中に入っていた。结束，结束，结束。我先停一下，然后这个待会我跟第最后一章合在一起。好的，现在是第十一章哦，就连两章连在一起这样去哭完。那我就不多说，开始吧。前回までのあらすじ。カイドウミホを追って夜の森を探索するユキナニだったが、ユキナニはミホを見失っちゃった、しまった。しかし、残された手がかりをもとに、ユキナニはなんとかミホの足取りを積むことができたのだった。我觉得没法应该死了之类的。え、感觉他这样看、这样看的、他好像是被追着跑一样的感觉。それからしばらくして、結構森の奥まで来たな。本当にこっちはミホさんがいるのかな。周りは木や草がばかりだし、人がいる気配なんて。ちょっとどういうこと？びっくりした。ふざけないでよ。こんなところまで呼び出して一体何のつもり？え？この声、女性の声だ。もしかして美穂さん、誰かと揉めているのかな？俺はゆっくりと声のする方に歩いていた。そして近くにあった木の影に隠れて。くそ、カルちゃん、姿までは見えないな。でも、すぐ近くに美穂さんがいる。ここで会話を聞いてみるか。私は、そんなの絶対に許さないんだから。私にそんなことし、そんなことをして、した、してた、だって、済むと思ってるの？絶対に許さない？一体何を話してるんだ？どうしてさっきから黙ってるの？何か言いなさいよ。なんかすごく揉めているみたいだけど、一体誰と揉めているんだろう。くそ、やっぱりここからじゃ見えない。もう少し近づかないと。その瞬間、俺は足元に落ちていた木の末を踏んでしまった。まずい。え、そこに誰かいるの？やばい。どうしよう。このままじゃ見つかくそ。もしここで見つかったって盗み聞きしているのがバレたら、きっと良くない予感がする。ここは早く逃げなくちゃ。そして俺は急いで森を走った。数分後、なんとかここまで戻ってこれた。そうだ、美穂さんたちは。よかった、追ってきてないみたいだ。危なかった。もう少しで見つかってしまうところだった。とにかく美穂さんにはやっぱり何か秘密があることが分かったな。それに美穂さんと一緒にいた人物、あれは一体誰だったんだろう。何か美穂さんと揉めていたみたいだし、美穂さんとは深い関係がある人物に違いないな。よし、とりあえず明日みんなにもさっきの出来事を共有しなくちゃ。そして私は足早に宿に戻った。翌日、カチャ、ゆきなにくん、起きてますか？まだ寝てる。ゆきなにくん、早く起きてください。美穂さんが殺された。お疲れ。やばい、お化けがこっちに来る。お化け？どうやら寝ぼけてるようなですね。ゆきなりくん、起きてください。ゆきなりくん。
サムさん、こんな朝早くてどうしたんですか？すみません、俺昨日あまり寝てなくて。あと10分。雪なりくん、寝ぼけてないで早く起きてください。大変なことが起きたんです。え？大変なこと？そうです。とにかく早く来てください。もう宗志郎くんたちも外にいますよ。え？一体どうしたんですか？そして俺はおさむさんと一緒に急いで宿を出た。ガチャ。ゆくりくん、おはよう。やっと来たか。え？皆さんこんなに朝早くてはどうしたんですか？ゆきなりくん、そんなのんきなことを言ってる場合じゃないよ。え、あれを見て。そうそうそう、な、何あれ。たくさん人が集まってる。一体何があったんですか？それが、どうやら また起きたみたいだね。え、起きたって何が？今朝、村で紋章のついた蛇の死骸が見つかったらしい。それって、もしかして、また神隠しが起きたってことだね。これで二人目の生贄とってことか。そんな、村の伝承では、毎年一人ずつ女性が消えること言ってましたが、こんな立てつけに思想事件が起きるとは、どうやら村の皆さんもパニックに なっているようです。こんなことは今まで起きたことは なかったと。何か怪しい匂いがするね。あ、そうだ。それで、その消えた女性って一体誰なんですか？それがね、海道美穂だ。没有这样的，既然就结束了，我觉得十有八九是海棠美宝啦，我真的觉得就是十有八九了。那不管了，狼神探偵白書、女神村の怪かし事件第二部終わり。然后看看一下，应该是没有东西的啦后面。啊，对，确定是没有了。那就这样吧。好啦，那我们的游戏到这里结束了。如果你喜欢我的影片的话，记得在底下按赞、留言、分享，并且订阅我哦。那如果你想要我玩或者是翻译什么游戏的话呢，可以到 Facebook 去搜寻我的粉专“金子的创作小屋”私讯我哦。那我们下次再见啦，拜拜。